ディエゴ・セバスティアン・ラクサールス・スアレスは、ウルグアイ・モンテビデオ出身のサッカー選手。ウルグアイ代表。ロシアサッカープレミアリーグ FC ディナモ・モスクワ所属。ポジションはミッドフィールダー。なお、祖父母がシチリア出身であるため、イタリアのパスポートも有する。2012年9月、ウルグアイのデフェンソール・スポルティングで、プロデビュー。2013年1月、 シーズン終了後のインテル遺跡が内定し、2013年7月に正式に遺跡が決定。同年8月にサフィル・タイデルの加入に絡み、ボローニャ FC へレンタルで遺跡した。2014年8月15日、セリエ A へ昇格したエンポリ FC へレンタル遺跡。契約には、エンポリ側による買い取りオプションと、インテル側による買い戻しし、オプションが付けられていた。 しかし、シーズン前半を終了した時点で4試合の出場に止まったため、レンタルは半年で打ち切りとなった。2015年1月、ジェノア CFC へ1年半のレンタル移籍。2016年7月30日、クリスティアン・アンサルディの移籍交渉の一部として完全移籍を果たした。2018年8月、AC ・ミランへ完全移籍。 2019年8月30日、トリノ FC への買取オプション付きのローン遺跡が発表された。2020年1月31日、AC ミランへ早期復帰が発表された。2020年10月5日、セルティック FC へのローン遺跡が発表された。2021年6月22日、FC ディナモモスクワへの完全遺跡が決定した。 ウルグアイ U-20 代表として2013年の南米ユース選手権に出場。チームは3位となり、FIFAU-20 ワールドカップ出場権獲得した。同年の夏にトルコで開催された U-20 ワールドカップにも出場し、ウルグアイの準優勝に貢献した。2016年5月、負傷したクリスティアン・ロドリゲスに代わりに、 コパアメリカセンテナリオのメンバーに選出された。2018年ワールドカップロシア大会のメンバーに選出され、グループステージ初戦のエジプト戦を除く4試合に出場した。国際 A マッチ17試合で得点。ありがとうございます。